皆さん、こんにちは。エクサイノベーションスタジオ、略してアイズです。アイズでは、パリ、ロサンゼルス、東京を拠点として、世界最新のイノベーションの調査分析と事業化を進めています。アイズネットワークでは、グローバルに活躍するビジネスパーソンや、これからグローバルに挑戦したい皆さんに、ビジネス、テクノロジー、消費者トレンドなどの最新ニュースと、そこから得られるインサイトを紹介しています。本日はロサンゼルスから、私、荒堀キリオと、パリから、畑健太郎の2人でお送りします。それでは、畑さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、今回は、昆虫食という話題について取り上げていきたいと思います。爽やかに紹介してますね。これは何ですか？1キロあたりのタンパク質を生産するときの、それぞれのグリーンハウスガスの排出量っていうのが今ここに表されてるんです。グリーンハウスガスっていうのは、地球温暖化の原因になるガスっていうことで、まあ、二酸化炭素とか、あとまあ牛のゲップに含まれるメタンガスとかそういうのですね、はい、地球温暖化もそうなんですけど、あと言われてるのは、その生態系とか、あとそのまあ森林とかなくなるっていう話があってですね、砂漠化という。ただそういうなんか地球上のリソースを、牛を飼えば飼うほど、まあ、浪費、無駄遣いが多くなるってことなんでしょうね。まあ、それは頭では分かってますと。ところが、本当に食べられるかっていうところが問題で、まあ、ヨーロッパなんかだと、あれなんですよね、やっぱり、これは僕自身の仮説なんですけど、なんとなくその、キリスト教を中心に始まった西洋文明というものが、やっぱり食事は聖なるものというかですね、食事、まあ、例えばワインとパンとか、食事に対してすごい宗教的な意味合いを帯びていて、で、まあ、キリスト教の、まあ、兄弟姉妹であるイスラム教とかユダヤ教なんかでは、非常に何食べちゃダメみたいなこともあるわけです。で、その中で、昆虫食っていうものは文明に反してるっていう、そういう規範意識というか、倫理観があるような気がしていて、西洋社会、西洋人は特に昆虫食に対してアレルギー、まあ、社会としてアレルギーが大きいんじゃないかなっていうのが、まあ、私の感覚ですけど、アメリカどうですかね？食べたことがあって、こういう話をアメリカ人の人にしてきたら、もうありえない、EU って感じで言われたので。EU が昆虫を公式に食材として認めたみたいなことが、あのニュースになってましたよね。そうですね。認めるもくとも、じゃあその前は食べちゃいけないのかって話で。はい、で、最近そういうことで、まあ昆虫食注目を浴びてて、いろんなスタートアップも出て、一つはアスパイアフードグループって言われる、これテキサスの会社なんですけれども、ここら辺はあれですよね、昆虫食といっても、まあ、素材が昆虫なだけで、別に昆虫が見えないし、何か昆虫だよって言われなければ、まあ、食べてる人もわからないっていう、どっちかっていうと、あれですね、あの初心者向けといいますか、ハードルが低いやつですね、これはね。この会社もチップスの会社もこれも同様で、こうイートバグスって思いっきり書いてあるものの、イートバグスって書いてる。うわぁ、なんかこの名前でもう引いちゃうと思うけどね。まあまあ、虫コロを食べようみたいな感じですよね。味は虫の味がするというよりかは、なんか味がついてるんですよね。おいしいおいしいっていうコメントがたくさん寄せられてました、そのホームページは。前は楽勝ですね、まだね。前はまだ楽勝です。次がフランスの会社なんですけど。おっと、いきなりハードルが上がりましたね。まあ、これはアペリティフ系ですかね。まあ、食前にこれをスナックで食べましょう。そうですね、食前にチップスとかの代わりに。これとお酒、そういう写真もあったでしょ、なんかあのワイングラスかなんかの前にこれがなんかお酒に入ってるありました。確かに、あのなんかこう普通はチーズとか生ハムが乗ってるようなあのお皿に この子たちが乗っているっていう写真もありました。
まさまあ、だに。からそのうちに、生肉食べてんの、おえって言って、こう、虫をボリボリ食べるっていう時代が来るのかもしれないですよね。そうですね。これを見て、キリオさんはどういうふうに思われますか、これを。私はこれを食べてみたいと思います。なるほど、羨ましいなと。羨ましいなと、どんなカリカリしてるのかなとか、何あ味なのかな、ガーリックかなとか、そんなふうに思ってしまいあ、はい。いやー、ま素晴らしい、素晴らしい。す。ちょっと一応、この会社の、まあ、経営者として、僕たち、アイズっていう、まあ、エクサイノベーションスタジオっていう会社をやってるんですけど、いやー、本当に、いい方に入ってもらってるなと思いますね。まあ、なんでかっていうとですね、イノベーションってどっから生まれるかっていうと、やっぱりこう新しいものに、これまでの固定観念にとらわれて、一歩踏み出さないんじゃなくて、そこに何があるんだろうって一歩踏み出すところにあると思ってて、で、きっと固定観念っていろんな意味で我々の行動を縛ってると思うんですよね。で、それが固定観念がロジックじゃなくて、さらに五感的な固定観念になればなるほど、すごい、こう、行動制約って意味では、縛りが強くなると思ってて。で、まあ、なんか、これは考えすぎかもしれないんだけども、昆虫食がこれからブームになるのかどうなのかっていうのは、ある意味そういう、我々がですね、そういう五感に基づく、要は、グロいとかですね、汚いとか、生理的にね、五感をっていうのは、もう生理的に受け付けないものを、受け付けられるのか、どうなのか。本当にもう生理的にダメ。もう虫触れもしないみたいな女性たくさんいるわけ、女性だけじゃなくて、もう人間たくさんいるわけじゃないですか。そういう人たちが食べるようになれるのかどうなのかっていう問いかけが一つあって。で、次は、そういう人たちであっても、みんなが食べ出して、なんとなく慣れたら食べられるのか。で、ここも面白い問いだと思ってて、五感って誰々で習うわけじゃないじゃないですか。なんかもうそもそも受け入れないみたいなものって感覚的にあると思うんで、そういったとこが無意識的に変わるのかっていうのがありますよね。で、きっとこういうのって今の世の中は特に西洋文化が世界に影響を与えてるっていうのが、まあ、19世紀、20世紀あたりのグローバル社会のあり方だと思うんで、そこはすっごい影響してると思ってるんですよ。もしかしたら江戸時代とか、その前の時代の昆虫食って、今よりももっと普通だったかもしれないし、みたいなところがあると思ってて、それが変わるのかって話なんですけど、一番面白いのは、今昆虫食できる人って、結構好奇心旺盛なファーストムーバーなんじゃないかなと思ってて、で、それがその好奇心で一回きりで終わるのかどうなのかっていうと、実は違くて、今、キリオさんがこんなの食べたんですよって言ってたのが、なんだろう。自分の承認欲求。マズローのあれで言うと上の方になる。私こんなの食べちゃうんだよとか、見てる方がいらっしゃったら問いかけたいのは、そういうことを聞いた上で、皆さんは前の写真に写っていただいて、こういう女性のように笑顔で、食べてみたいですかってことだと思うんですよ。で、きっとなんか人生、まあ、ね、キャリア設計とか人生設計するときに、こういう小さいことでもちょっと一歩踏み出して、頑張るっていうかそういうことに興味津々、いや、ちょっと食べてみようと。ちょっと気持ち悪いけど食べてみようっていうことができるかどうかっていうちょっとした一歩で、大きな差が出ると思ってるんですよね。なんかプロジェクト、新しいプロジェクトやりましょうと。イノベーションプロジェクトですよっていう時に、昆虫食とか、キャーとか言いながらもう何々っつって食べられる人と、もう絶対ダメって言ってそこで思考も行動も止まっちゃう人と、どっちの人をプロジェクトメンバーにしたいかって言ったら、当然前者の方を、まあプロジェクトメンバーにしたいって、当たり前ですよ。そう考えると、もしかすると、このビデオによって昆虫食受け入れてもいいかもっていう人が、ちょこっとだけ増えるかもしれないっそうていかもうしか、れないですね。まあ特に日本の社会とか経済って、どん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 こうなんでしょう、小さく
縮こまってる人が多いような気がしていて、もちろんそうね、気を吐いてるそのスタートアップとかそういうのもいらっしゃるんですけど、あるいは留学生とか海外に出てくる方もまだいらっしゃるんですけど、でも、どん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 その小さくなってって、で、まあコロナとかもあって、なんかすごい出遅れちゃってる感じがするので、まあ女子に限らず男子もですね、肉食ならぬ、もう昆虫食ぐらいにガンガン行くような人たちが、まあ、特に若手で集まったり、そういう人たちが昆虫食同士で、まあ、これ例えですけど、そういうメンタリティを持った人たちが、新しいものを見つけて、それを実現していくっていうことがどんどん起こるような、そういう、まあ、会社であり、そういう存在価値でありたいなっていうのは、アイズの、まあ、創業者として、まあ、思いました。っていうのが、このトピックの、結論になります。はい。昆虫食人間になってください。ありがとうございました。アイズネットワークでは、このような世界の最新ニュースの考察だけではなく、アイズメンバーや欧米のエキスパートとつながることのできるメンバー限定コミュニティの運営も行っています。詳細はこのビデオの概要欄をご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。加藤さん、本日はありがとうございました。ありがとうございましありた。がとうございます。